ウォーカーが一番完成されたデコイフィルターだと思いますね。ウォーカーか富安かかな今だと。サイドバックから入るパターンだとね。中盤から降りる選手だとクロースとかじゃないかな。いやー、シティ勝ちましたね。いやー、優勝にぐっと近づく。いやー。サール後半良かったけど、それでもね、ビルドアップのところはやっぱり形、 作るのは苦しんでたからねなんでそこ変えなかったんだろうってなって、あとベルナーの投入全然,全然うまくいかなかったですね,ね。富安の方がウォーカーよりもねなんかこのポジショニングの,このディフェンスラインから引き出す時とかのちょっとバリエーションが多いっていうかバリエーション多いっていうかリズムでやってるっていうのはウォーカーもね絞りすぎる時もあったりとかもするんですよ。 あとあれかのセンターバックの背中守るときのクロス対応とかかな。最近ウォーカー良くなってるけどね。いやでもどっちもすごいですよ。これどっちがすごいとか言うより、こっちはこれは足の速さなのウォーカー、センターバックの背中守る趣味は富安みたいな。で、裏で待ち合わせするスルーパスだったらウォーカーみたいな。でも中との連携だったりとか、それなあの、富安みたいな。その、 いや、でもそうなんだ。中との連携って言い方難しいね。その辺は、その状況によってかな。でもまあ、そういうふうに言える日本人がいることはすごいですよね。カンセル自由なポジションであそこまでうまくいく。だから本当だったら、カンセルがポジショニングちゃんとしてくれたらチャンス何個も増えてるけど、ただカンセル使わないことによってチャンスは増えるけど、そのチャンス自体の質がさ、 ちょっと低めのチャンスが増えるっていうか、カンセルることによってチャンスの回数少ないけど、カンセルの攻撃センスによって、その一個一個のチャンスの質が高くなってるみたいな。東内力もウォーカーの方が評価あります。ああ、そうだね。まあ、年齢的に言ってもね、ウォーカーの方がなさそうなう。最近ずっと出てなかったね、オーカー。こなかな 富安に関してはね、最近しちゃったけど、最初はずっとしなかったよね。ローソンダービー延期になったら、明日はじゃあ普通に生配信ですかね。そうだから、今日とかカンセロよかったねってやってるけど、ただ、それでも守備でやらかし試合、特にシャチャンピオンズリーグとか怖いから、うん。カンセロが怖くなかったら多分サイドバック探してないと思うんですよね、左の。 あと今日はラボルト良かったね。ラボルトとストーンズ、まあ、特にラボルトとかルカクをね、右に流れたいところとかがっつり押されてあの対応してねそういや。ベルナーに関してはちょっとチェルシーの中で、ね、チェルシーの前線の選手の中で、うん、不器用さが際立ってますね。 けはウォーカーになれませんか魂はありますけどね、ウォーカーの、ウォカって、ア <laughs> ケみたいな。ウォーカーの身体能力とかね、あれで言うと、ちょっとアスリートとしてもエグいもんね。ね原木さん、今言うことじゃないですが、レオザさんはしっかり勉強していて、お話がより面白く聞きます。頑張ってください。めっちゃ嬉しいですよ。今言ってくれていいんじゃないですか、ね、分析全部一試合終わった後なんで。よかったらいいね、チャンネル登録して,てください。 あとはハーフタイムにちょっともたつきましたけれども、ヨーフトボールが監督やってるこちらのね、f c これ、ジャージ実はあれなんですよね、フルセットなんですよね、これ。じゃんっていう感じで。まあ、このチームのね、えーあの、スポンサー募集をしてるんですけど、それをねあの、皆さんからもしていただけて、サポーターになってくれればってところで、まあ、あの500円と2000円の、ね、小学とは言いたくないんですけど、まあ、小学スポンサーの感じでね、えー、募金ですね。 ぜひとも皆さんしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。固定コメントしてあるんで。さあ、ガラ君。え、まれに聞かれるサッカーの面白さは何ですかという質問への回答を考えていました。あ、そうなんだ。<laughs> 聞かれる、まあ、聞かれるか。うん。そうですね。時々取材とかで。 簡単に言い換えれば、今週において効率的に数的有利を作るゲームでそのゲーム性にセオリーがあるが、そのセオリーをこなしチームが絶対に勝つとは限らないところ、人それぞれいいと思いますが、レオさんの所感を聞きたいです。所感え、これを見てってことえ何でもいいんじゃないですか <laughs> いや、マジで。そんなのってガチガチで答えても大してみんな覚えてないでしょ <laughs> うん、いいんじゃないガハラんの中でいい答えが出たって思ったらそれでいいんすなんか好きぐらいでいいかなと思ってますけど、ね、そう。 逆に僕とかガチガチに分析するんで、なんでサッカー好きなんですかねなんか好きなんだよっていうね。さん的に今日のチェルシア何が足りなかったと思いますかいやーでもこう、効率よくビルドアップするための人選、うん、ですかね、うん。やっぱ触るんとこだね。つなぐサッカーをしないってわけじゃなかったからね。でそこからの交代策でね、どんどんパワーダウンしていっちゃいましたからね。 マジョルカの試合はもう見ないかな <laughs> いや、見ない。見れなくないあの試合。まあいことじゃないですよね。今言うことじゃないですが、流行ってるのが全然大丈夫ですよ。みんな、空気読もうとしてくれてんだな。申し訳ないな。そういう気ぃかしてた。冷やした。似合うかなめっちゃ似合わなそうじゃないどうだろう、ね、インテルね、フリーでリバルに、ね、やってるみたいですけどね。じゃあ誰を出すんだろうね。 ディバラ、フォワードなんだけど、裏抜けとか、そこのね、奥へのオフザーボールだったり、そこがないからね。ディバラ使うときって、ディバラ以外の選手がそういう飛び出す要素ないとうまくいかないんですよね。そうだ、普通に、まあ、ラウタローずっといるんだったら、ラウサンジェスの機きるのしそうですけどね。 なんで J リーグ見ないんですか ?J リーグはやってる時間は僕も試合とか練習してるんですよ。そう。生やすなら生やしてみようぜ。あごいいよね。ね。ほととぎすてな感じかな <laughs> 小田、小田信奈、ね。生えぬなら殺してしまえ、みたいな感じで。とやるか、クリステンセンのコロナでテンパったせ。いや サールの何がダメか、まあ、前半見てもらえればね、ハクタイム、もうサールの話ばっかりでしょうね。そう、テンション100から0、そうだからもう日本代表だけでいいじゃん、もうフラストレーションたまる配信ってさ、もうマジョルカーのやつはね、まあ、久保好きだけど、久保で言っ、ね、久保好きだから見に行って文句言ってなんかね、なんか当たり屋的な感じにも見えてるのかるみたいな。 またいつかやるかもしれないですけどね。もうだってもう自分がやるやつに見える感じ、いいやつではないですけど、そこばっか見える感じでもうマジでね。えー、りょうさんのおかげで、ここサッカーで、冷めた肌のサッカー役が復活して、社会人チームを探していろいろ挑戦することを楽し,さしていました、ね。今さあです。ありがとうございます。いえいえ触るは触るビラ見ながらシュアボのほうばっかりしてあ、アストンビラ見ながらね。 いやでもずっと使うか分かんないですからね、5バックやってて、ね、新しいシーズンになってほう、ほぼもう挑戦して、最終的にどうしていくかみたいな感じで。ヨウ、うん、さんが一番子って感じがする選手、誰だと思いますか、自分はずらったんです。えー、ニョムじゃないですか。子が欲しいなっていうね、うん。子が足りんっていう。<laughs> ね、そう募金の件これ、URL の中にっていうか、このね、チャットの使用上、URL の後に文字やると、化けちゃうんだよね。だから。足りないほう、ん、普通にメッシっていうのはない。思いつけーって思いながらしゃべりましたね。うん なんだねフェスタム買ってるんですからラリーガしか見てないかもしれない。よく書かないからじゃないですかね。ああバイルの弱点。あ,あでも今度あれなんですよ。エルゴラのチャンピオンズリーグメーカーのやつで、バイルンとパリとインテルとユベントスのやつを喋ることになって、も柔軟チーム言われて、ちょっときついんで、その四つでって言って。なんで、ちょっと見ときますね。で、バイルンの弱点、それで言うとあれですね、前見た時のやつだと、 あのダブルバランチ前に出ていってあのハイプレスはめるときに、飛ばされるとワンアンカーの周りがやっぱ開くのは継続してますね。まあね、そこ飛ばされたときにセンターバックが出てくるときの質あるっていうところでやってる可能性あるんですけどね。あとは同彩合縮のプレスされたときにあらばいた頃ほどきれいに逃げれないっていうのありますね。 左利きのセンターバック言うとさ、こうはめられた時にこっちから蹴れるから、右利きだと一回持ち替えなきゃいけないからね、うん。しては素晴らしいチームですが、前半プレスではめた時にチェルシーに数回こうで剥がされてる、えー、回避されてる時がありました。もっと高いチームとやったらどうなるかなと思いました。うん、まあね、サウルがいた、ね、状況ではめきれたらいいけど、でも、まあ ね、チェルシーよりもっとすごい後ろをここで回避できるチームってどこなんだっていうのもありますけどね。マドリーとかなんのかなマドリーもね、アラバいなかったらこの間みたいになりますかね、バルサいなそう、バイルにャンカーあの、あれね、ダブルバランチ前行った時に残ってる選手のほですね。すごいから、もう重学を住みつつきがいるからな。ね、シティにハーランド来たら。 ね、勝ちなくいやでもその時の状況によってねああルベンディアスけがしたとかまあ今日だったらルベンディアスいなくてもよかったんですけどね誰か怪我してリバプールだって最強だい言われてたけどアリソンいない時にはやっぱりねあのアトリチコ負けちゃったりとかしましたしねペンチコーター作ってないですねサルの悪かったとかこれあのハーフタイムの解説とかで言ってるんでよかったら見てください あとは僕人の解説聞かないんで分かんないですよね基本的に、えー、シティに身長高くして高くてシティにはまる選手来たらねそっちのねパターンもできるからねロナウドが来てたらどうなったのかなとか思いますけどねこの夏言われてたね怖いとマガレイスいる時のアセナルねセンターバックのオフェンス面ではこう強いね最近マガレイスちょっとねあのコンディション悪くなってんなみたいなシーンはありますけどねもそれでもうん ああアーセナルはね、ほんとシティみたいにベンチの損も上げれてたら復活しますよね。お金稼げるような私はアブのスポンサー入ります。い,いやい,いや。今500円くれてスポンサポーターだって名乗ってくれるだけでまあまあ別にそれ入れないと名乗れないわけじゃないですけどね。そんな大金欲しいとかないですよ、普通。今できる応援してくれれば嬉しいです。皆さんって言語化すごいうまいと思うんですけど、何か勉強したりとかしたら、いや、大したことやってないですよ。 10年間、吉本で芸人やってるぐらいですかね。<laughs> いやいや、鬼の修行してんじゃないかって。<laughs> それ関係ないですね、うん。よく言われるけど。芸人でも喋れないやつ全然喋れないからね。ビニシウスもマイナスもん連戦苦勝つああ、どうだろうね。ビニシウスのプレースタイルとか連戦影響出そうですよね。 終わってだらだら喋ってるからあれだけど、僕もね、最近そのロングキックのフォームの改善とか、走り方の改善とか、いろいろ修正しすぎたのかもしれないですけど、新スプリントっていうのが多分なっちゃって、すねの筋肉痛くてしょうがなくてねでほ。なんかその、あの、錬金っていうかなんかね、疲労溜まってる時になりやすいとか調べたらできたんですけど、疲労溜まってる時となんかやり方変えた時とか、だからダブルなんですよね。週4とかでサッカーやってて、 ジムムとか通いいしててね、ホーム変えてみたいなそう吉本時代の下積みが生きてますね。あーあれね、あのカラオケで合コンやってる、カラオケでバイトしてる時に合コンやってる後輩の部屋に飲み物運んでた時代の下積みね。つ、う、ら、ん、かったなあれ、うん。6年間やったコンビ解散して彼女に振られて年明けあの正月。 ていうか簡単おみそかが元旦かけて仕事なくてね年明けた瞬間にあの不動産やリストアされたおじさんによくあげましたおめでとうって,言って何もめてたくねえわと思った時代ねあのこの下積みは生きてるかもしれないですあの頃に鍛えられたメンタルのおかげで何言われてもあの無関心の誰にも見られてなかった時代よりはいいっていう ありますね。選手に技術的なアドバイスできますけど、大体人間的なアドバイスの方ができますもんね。彼女欲しいって言ってる選手とかに、いやこうした方がいいよあ。そのパターンこう,うこれだったら LINE 見てあげて、あ、これならこう返信した方がいいってい話してました。<laughs> あ、これだったら余計なことはしなくていいみたいな。これはもう価値格ですみたいな。<laughs> 普通に、うん、普通にチャット、初詣いいなみたいな。 すみません、悲しい話させて。ヨウさん、よく精神疾患になりません。なってたのかな、あれ。どうなんだろう。走り方改善して何か変わりましたかまあ、ビデオで見ると昔よりも足上がってたりとか、ちゃんとあれですけど、まあ、それでもまあね、年も年なんでね。